水は美味しい。麦茶のコロジだよ、美味しい。美味しい。こんにちは、Tスタイルです。今日は岡山から四国まで Z でドライブに出かけようと思います。2泊3日の予定で、キャンプとか釣りとか、あとうどん、そういうものを楽しんでいきたいと思います。それでは行ってきます。Z で高速道路は楽ですね。100キロで2100回転ぐらいですかね。それぐらいエンジンが回ってます。はい、瀬戸大橋を渡っていきます。左手にも右手にも島が見えて、行く先には四国へと続く橋が連なっています。本当に眺めのいい道路でね、ここを渡るときはいつもゆっくり走ってしまいます。なんか飛ばして走るのがもったいなく感じてしまうんですね。この先の吉間パーキングによって瀬戸大橋の景観を楽しもうかなと思います。はい、そんなこんなで吉間パーキングに着きました。瀬戸大橋が綺麗に見えます。四国に行くときは行きは瀬戸大橋、帰りはフェリー、またはその逆でドライブをよくするんですが、最近ですね、瀬戸大橋の料金も下がってきまして、一番安い区間だと ETC を使った場合片道1700円で渡ることができます。 ETC がないと3600円ぐらいでかなり高くなってしまうんですが、 ETC がついているとまあそこそこ安くなったかなっていう感じがしますね。一方フェリーなんですが、こちらは値上げをしていまして、 Z の場合だと片道で3300円ぐらいします。本数というか便数もね、1日5便ぐらいに減ってしまって、昔は24時間運行だったんですが、料金と利便性の点で最近は瀬戸大橋を渡ることが多いです。フェリーも好きなんですけどね、時代の流れっていうものがあるんでしょうかね。はい、瀬戸大橋のね、綺麗な景色を眺めながらゆっくり走っていてもすぐに四国に到着することができます。本当に瀬戸大橋はいいですね。まずは香川のうどんを食べに行こうと思います。うどん食べてきました。釜揚げうどんで出汁につけて食べるうどんだったんですけど、出汁がとにかくうまかったです。今日はめっちゃあっちいんですけど、まあ、ぼちぼち行こうかと思います。それでは行ってきます。綺麗や。1年ぶり。そうですね。お
久しぶりやね。今日はね、1年ぶりに徳島の友達に会いに来たんで。どうも、明石家デイケアです。ダメだ。ちょっとちょけたやつでね、楽しいやつですけど。水も美味しい。麦茶の頃時代は美味しい。美味しい。時代なんですか？はい。夏とかじゃなくて。冬はまあ玄米茶ですけどね。冬は玄米茶。はい。そうですか。これ、今、ガソリン切れてるけど、持ちますね。持ちますよ。どこまで持ちますね。走ったら。それ、キーをオンにしたら、針が上がるんですよ。なるほど、なるほど。キーをオン、ないかな。キーがないかな。キーはね、ここにあるんでね。オッケーオッケーオッケー。そうですか。免許ないかな。乗れんかな、運転できん。免許あるんですけど。家に置いてある。ああ、家に置いてある。まあ、非常に元気ですよね。はい、はい、そうです。元気もりもり。ドデカミン10倍。うるせえ。友達はちょけたやつでね、面白いやつなんですけど、ちょっと落ち着いた気分でキャンプ楽しもうと思います。すごい。